はい、時刻は9時30分を回りましたね。今週もお届けしましょう、嘘のような本当の話ということで、私パーソナリティ土井秀人がお届けします。最後までよろしくねということで、ポカポカ陽気のね沖縄 FM ね、小座もね、同時放送ね、今日は FM 宜野湾からお届けしてます。皆さんはどうでしょう、最近うっそーみたいな話ありました？そろそろ受験も終わって合格発表なのかな。はい、ね、うっそー落ちちゃった、落ちたか落ちたかみたいなね、はい、上がっていく話で今週も行きたいと思いますが、はい、東京から、毎週はるばる WO イーストの北条政宗さんも今週もおはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、先週お約束をいただきましたね。新潟市といえば、あ、僕はね、へぎそばだかね、あれ、へぎってなんか囲みのあれなんですってね。はいはい、ね、はい、そうですよね、はい、笠原律子さん、はい、へぎそばうまいですよね。美味しいですね。沖縄そばは食べました？食べました。ああ、よかったよかった、はいはい、うん、そばっていうとね、沖縄の人は誰一人日本そば想像しないですからね。うん、私はね、沖縄に美味しい日本そばの店もっとできてほしいなって思うぐらいでいたりもします。はるばる、はい、おはようございます、はい、おはようございます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、今週もあらってまだまだ話足りないだろうなと思って読んでみました、米沢牛の、本田貞久さんです。おはようございます。今週も来てしまいました。おはようございます。で、なんかね、お二人が美味しそうなものを抱えてやってきてくださってるようでね、私本当に食べに行きたい、はい、というわけでね、お届けしたいと思いますが、嘘のような本当のはちょっとね、私ドキドキしてます。七人にもね、やはり人間誰しもね、日本人に限らなくてあると思うんですけど、まあ、ご高齢になってきて、今朝だったかな、先週だったかな、認知症のね、ちなみに、うん、方が増えていくだろうと。まあもちろんね、うん、血流が原因なのか、物忘れが激しくなってとあると思うんですけども、笠原律子さんはなんとどんなご病気で、はい、倒れてしまったことがあるんですか？倒れてはいないんですけれども、うん、ちょっと長年糖尿病とか高血圧とか動脈硬化の症状があって病院通いはしていたんです、うん、で、そのなんと脳幹梗塞っていう診断を受けたことがあって、自分ではもうびっくりしました。 それはなぜかというと、仕事中にろれつが回らなくなってきたことがあって、ろれつが回らなくなったこと危ないなって自分では思ったんですけど、その午後までしっかり仕事をちゃんと終わるまでやって、お家に帰るときに車を運転して帰りました。それでお家に帰ってから、あんまりにも疲れて、ご飯を作る気力も食べる気力もなくて、うん、水素ボトルガスを、その1ヶ月半ほど前に本田さんと一緒に東京に伺って、うん、北条社長からね、伺ってお話を聞いて、一応手には入れてあったので、ただその時はピンとこなくて、まだまあでも一応ね、数週間は身についていたんですよ。その時にろれつ回らない時に夜、ご飯も食べない、ご飯も作らないで、そのまんま寝た時に30分モードにして、寝ながら吸ったんです、水素ガスを、うんうん、そして朝起きてやっぱり左のちょっとおかしいから病院にすぐかかりつけに電話をして、こういう状態なんですけど、これから車運転して行っていいですかって言ったら、とんでもない、危ないですから車を絶対運転しないでくださいって言われて、うん、せめて救急車呼ぶのが嫌だったらタクシーを呼んでくださいって言われて、うん、タクシー呼んでいきました。それで MRI 取って、ですぐその場で入院ってことになったんですよ。それが自分で動いてるからそんな大したことはないんじゃないかって、ろれつが回らないだけで、まあ大したことないんじゃないかと思ってたら、 MRI の結果を後で見せられたら、脳幹梗塞って言って脳幹のところが白くなってる画像を、なんと、その主治医に退院の3日ほど前に見せられまして、で最初はこんなこと言うと申し訳ないんですけども、水素ガスを吸ったばかりだったので、水素ガスを吸ってもやっぱり
脳梗塞になるんだわと思って、自分ではねちょっとがっかりだった気持ちが内心あったんですよ、うん、本当に正直言いまして、うん、なんだやっぱり脳梗塞になっちゃったわと思って、ちょっと不満が湧いてきたんですけども、うん、そしたら退院する3日前に主治医が私のところに来て MRI の画像をちゃんと見せてくれてね、ここ画像、ここの脳幹のところが白くなってますよねって言って、だけれどもそこにつながる血管の大きな血管3つこうつながってますけども、そこのどれもどこも詰まってないんですよねって言って首をかしげたんですよ、うん、主治医が。それで私はそれを聞いた時に、あ、これは昨日の夜水素を吸って寝たおかげで一旦詰まったものが流れたなって思ったんです、うん、その場でピンときて、うん、あ、それで水素を吸っててよかったっていうか助かったんだと思って、なんとその入院後3人のリハビリの先生がつくんですね、言語療法士と作業療法士と運動療法士と3人のリハビリの医師が別についたんですけども、3人の先生ももうとにかく100点満点なんですよ、全部何をやっても何も障害がないっていうことで、うん、それでわずか10日で11日目に退院できたんですけども、それで私はその経験を通した時に、もしかして水素をそのまま吸っていなかったらもっと北条社長に後で聞いたら脳幹というのはもうその場でもって心臓が止まる場合もあるぐらいの大変な病気なんですよって言われたんだけども、死なないで済んだにしても左の右手足がうまく動かなくなってもっと障害が残っていただろうなって私は思ったんですよ。何も何も詰まってないんですよねってお医者さん首をかしげたぐらいだったから、詰まってて当然だったとそのお医者さんはそう思って、それが詰まってなかった、あ、流れたんだと思って、それから私は正直言って水素ガスの大ファンになりました。大ファンになって、それまでは申し訳ないけど、まあまあいいんですよ、うん、まあいいね、吸って、まあ、健康にはいいんだろうなというぐらいで、自分がほら体験しないもんだから、でも今回のことを通して、あ、水素ガスを吸ってて肩輪にならないで済んだわと思って、そしてもうしっかりこれから吸っていってね、健康寿命を伸ばしたいなと思いましたし、でそれから真剣に吸い始めて、それまでも吸ってたんだけど、まあ気持ちが違いますよね、吸う時の心構えというか、で真剣に吸い出してから、なんと今まで病院に通っていて糖尿病の数値がね、どれだけ努力してもどれだけ薬を真面目に飲んでも 7.3 とか 7.5 とか 7.8 とか行ったり来たりして必ず7以下に下がったことなかったんです、ヘモグロビン A1C っていう値が。それが真剣に吸い始めてからなんと 6.9 6.5 6.1 5.8 もう 5.6 とかまでだんだん下がっていって、正常値ないですよね、今正常値です。正常値になって、この前の行った病院の検査も 5.8 で、まあ正常値ということで、本当病院の先生が今まで何年間も通ってね、どれだけね、言ってもね、7点が行ったり来たりしたものがこんな風に良くなって何かされたんですかって言われて、どうされたんですかってびっくりするぐらいだったんですけど、本当にね、糖尿病のヘモグロビン A1C が数値が下がるということはよっぽどすごい効果があるというか、もう自分ではびっくりしてます。糖尿病が今回の脳幹梗塞の最大の原因なんですよ。ヘモグロビン A1C がやっぱりね、はい、高かった 7 点いくつっていう状態ですとね、はい、やっぱり糖質とか、まあ、脂質も含めて、はい、血管の中をぐるぐる回るわけですね、はいはい、でそして壁にそういったものがのり状にくっついていったり、はい、するで詰まりやすくなる、はい、それが原因で脳幹梗塞が起こった、はい、でそれが水素を吸った時に血管を広げて血流を良くしたから、はい、流れてくれた、詰まりが取れた、はい、っていうことで一連の流れとして解決をしていくんですけども、はい、本当にね、もう何月かな、以前出ていただいたね、南大東島の、大城さんっていう女性がいるんですけどね、はい、水素吸って3ヶ月で、インスリンがちゃんと出るようになって、インスリンも打つのやめましょうねってお医者さんに言われた。長年打ってたインスリン打たなくてよくなったんです、はい、
でその方にご実談をこの前会ってお話して聞いてみたら、はい、今はケーキやラーメン全然気にしないで食べてますって言って、全然数値が上がらないんだそうです。だからもうね、全然普通です、食べてますって言ってってなってくるので、まあ、そういう意味でね、笠原さんの場合も、まあ、そんな風に徐々にこう体全体が変わってきたんでしょうね。はいはい、はい、ありがとうございます。もうね、このお肌ツヤツヤで私の隣で熱く語っていただける笠原さんのねお話、ちょっと CM 開けてまた伺っていきましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはということでですね、前半いかがでしたでしょうか。もうあの数値ってね難しそうではあるんですけど、もうキラキラしたねこのお語り口がね、すべて僕物語ってるんじゃないかなって思ったりしてます。ねえ、笠原さんゲストにお迎えしてますけども、はい。ねえ、はい、もう今だからね、はい、正直にね、まあドクター水素ボトルに出会って、はい、うん、しばらくの間は何日か置いたりして、たまに吸ってたんですか。はい、あのね、うん、最初から荷物取ってすぐセットしたわけじゃなくて、うんうん、ちょっと1週間ぐらい間があったりとかして、うんうん、まあ、でだんだんその数週間が身についてきた。でもその頃にそういうなんかロイツが丸くなったことが起きたので、まあまあ、まあ、30分は吸ってました。毎日。今はちなみにどうですかその後。今は、うん、必ず、30分を2回モードか、うん、1時間かね、うん、ちょうど1時間できないときは1回モードにしてから5分を3回45分、前に補助社長から伺って、うん、45分というのを聞いて頭にあったので、30分2回だとちょっと長いなと思うときあるので、足りないと思って30分を2回できるときは2回やりますし、うん、で30分1回のときは5分モードを3回ぐらいやってます、はい、細かいレポート細かいありがとうございます。でもね、はい、原さん何よりね、その当時は、はい、どうなのかなと思ってても、はい、ね、実際にあれってろれつがっていうときに、はい、近くにあってよかったですね、はい、そうなんです。本当にそうなんです。手元にあったわけでしょ。手元になかったら、ね、本当に今頃ね、もっと肩はですよ肩はですよな自分のそう思います。さっき笠原さんもおっしゃったんですけど、脳幹梗塞っていうのは脳幹そのものが呼吸だとか、それから心臓を動かすことを司っている脳の中でも一番深いところにある脳なんですよ。だから手術が外からできないんですね。切れない。切ると他の脳を傷つけることになるので、非常に大変な場所。それが詰まって動かなくなってるってことは、呼吸したり心臓が脈動すること自体も危なくなってるってことなので、まあ、この実は笠原さんのお話を私医療関係者にするとよく生きてましたねその方って、ほとんど亡くなっちゃうんですよっておっしゃられる先生方はね、だからそういう意味ではね本当にね間一髪でしたよね、はい、いやーよかった。そうなんです。だからそういうことをずっと振り返って思うと、ちょうどその1ヶ月半ぐらい前に東京に本田さんに連れられて補助社長のところに伺ったっていうのもね、やっぱりそのタイミングというか、うん、 そのことがなかったら吸ってないわけだし、ね、手元にないわけですので、で逆にね本田さんのねお知り合いの方でも、はい、吸いそびれた人がいましたよねいましたいましたよね、いろいろと、はい、で、その方の中で脳幹梗塞になっちゃった人いるんですよ。うん、まあね、ザ・アマビロなんてことはさらさら思わないですけど、やっぱりねご縁なんでね、こればっかり、タイミングですよねこれとしても本当になんか ねだからいやってその本当に飲み屋さんでね会った人にちょっと話しただけで欲しいっておっしゃる方もいるけど、説明会に来たくて来たくてしょうがなかったのにたどり着けなかった人もいたりして、不思議なもんなんですよね本当にねいやいや、いや手前味噌なんですけど、僕も
もそうなんですよ、放送でね、はい、何回か言わせていただいたんですけど、ヘルニアと もう自分ではないぐらいの自分を嫌いなんてレベルじゃない痛風になって、うん、でもうそんな実はボロボロの時に久しぶりにね、お嬢さんと、まあ、昔よく飲んでた高円寺っていうねところがありましてね、飲みたいなと思ってフラッと行った時にこのお仕事をされてたわけですよね。いやー、出会えてなかったらどうなってたんだろうっていうのはやっぱりねありますよね。いや本当に思いますこればっかりは本当にね、ご縁ですね本当ね、うなずきまくっちゃうんですけれどもね、はい、そんなエピソードを含めてちょっと一旦 CM の後また、ね、引き続きお願いしましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のわということでですね、私パーソナリティ土井秀人と、ドクター水素ボトルのねお話で、あ、やっぱり僕も毎週食べになってますね、祖宝城さんお迎えしてますが、ね、ゲストの、笠原律子さん、新潟市からね来ていただいてますけど、はい、本当に救われました、はい、出会いでした、はい、うん、ということで、他にも身近に正直、はい、いらっしゃいますか、やっぱこうどっかで、ね、はいはい、具合がよろしくない方、はい、うん、私はよく分からなかったんですけども、私が本当にそういう結果が出てるので、本当に自信を持ってお伝えして社長の来るセミナーにお声掛けした方の中に、うん、じゃあ行ってみるわって言って来てくださった方が、話を聞いた途端に、あ、私それすぐ欲しいって言って、うん、すぐ手に入れたいって本当にね、喜んで手にした人が、なんと実は私は分からなかったんですが、心臓がもともとこうちょっと調子が悪くて、うん、ニトログリセリンを離せなかったらしいんですよ。それが北条社長がご自身の体験でね、心筋梗塞が良くなったってことを聞いて、自分もすぐ手にしたいって言って吸い出して、本当に具合が悪くて外にも出かけられなかったらしいんです。そしたらガンガン吸いなさいって言われて1日3時間吸ったって言うんです。真面目に3時間吸ったら、なんとあっという間に1ヶ月ちょっとでもう全然元気になって、外にも出れるし、ニトログリセリンをもう何飲まなくても大丈夫になって、その方からすっごい笠原さんに感謝してるわって私言われて、とっても嬉しかったです。あ、ね、はい、そう、こんないいものを教えてくれてありがとうって言われて、いや本当に嬉しかったです私も、はい、素晴らしいですね、はいはい、だからその方もやっぱりね、道でばったり会った方じゃなくてもお知り合いだったこと自体がこうご縁ですよね。そうですね、またね、そうですね、お助けできた、ね、だから心臓の方はね、一呼吸を争うことが多いので、はい、もうニトログリセリン使い方としては握りしめたままでいいから水素吸ってくださいって、もし発作が出たらとっていう話をしたら、翌月ですよね、来られてね、はいはい、水素一度もニトログリセリンは使わずに発作そのものが出ませんって言ってっておっしゃるんですよ。後半ですけど言ってきますよね。嘘って言ったってね、あれ、はい、うちの父もそうだったんですけど心臓病で、はいはい、もう鼻水ね、しょっちゅう飲まんといかんやつですもんね、はいはい、そうですそうです、ね、うわー、これは素敵な、ね、他にもあります、他にも、うん、ご病気であったけども、あ、良くなってきたみたいな。ちなみに、うん、本田さんは、はい、山形からの本田さん、そうですわ、うん、私の仲間っていうか知り合いの方もいろんな方がですね、やっぱり変化に驚いた人いるんですよ。そういう社長が来た時に来てくれた中では、うつの少年息子さんがいまして、寝れないんですっていう方いたんですね。でその間ちょうどね、じゃあ僕の話聞いてる間にこれ吸っててねって言って吸ってもらったんですよ。そうしたら翌朝ですね、お母さんから驚きましたと電話来たんですよ。どうしたんですかって言ったら、今まで眠れなかった息子がねぐっすり寝たんですよと、ね、うん、とか、ね、ご飯、その少年はご飯も食べれないままこう病んでいったんですね、もともとが。それでサプリメントだけでね、月4万円分のサプリを飲んでますみたいな、そうなんですね、ことをおっしゃられて、でもご家族ももうどうしていいかわからないっていうところで、
いやでも全て血流が改善されることで体のバランスって変わっていくんですよって話をしながら、その少年もね、なかなかそういうコミュニケーションを取るのが苦手な子だったんですが、うん、でもね、あの私の話聞いてる間ももう前まで出てってね、集中してすごい食いつきようで、それで家帰ってからご飯を食べようともしなかったのに、なんだっけ、パンケーキ、パンケーキですね、パンケーキを焼いて自分で鼻歌歌いながら食べてるって言うんですよ、鼻歌が、そう、親も見たくない、めちゃくちゃ元気になっちゃったんです、うん、はい、だからやっぱり脳の中の、まあ、特にね、うつ傾向っていうのは脳の血流不足っていうことがよく言われるんですけども、どこかの脳で一生懸命物事を考えて集中してしまったことが原因で他がおろそかになるんですね、血流が。そうするとどこかでトラブルが起こってくると、まあ、そういったことが全部の血流を良くすれば何をしようがトラブル起こらないので、その彼なんかは、まあ、問答無用で元気になっちゃったんですよね。未だにね、手放せないって言ってますよ、ね、はい、よかったですよね、よかったです、本当です。ちなみに少年おいくつぐらい、まだ小学生、小学校3年生ぐらいですよ、まだ本当に若いじゃないんですけど、いやでもね、本当に賢そうなね少年なんですよ。だからね、本当に大きくなったらこの子学者さんになるかなって思うぐらい僕は感じたんですけど ね、はい、ね、すごいこう、ね、人様のまあことを救い、かつね、少年少女の未来をね開く、素晴らしいですね。いや本当に嘘みたいにすごい話だと思います。これから先ね、やっぱり高齢化社会という中とね、お子さんが減っててっていう中でね、本当にね、これ笑いで収まりたいんですけどね、みんな長生きしてほしいですよ ね、 やっぱり ね、 一回の人生、はい、うん、でまあ、現代特有のこうね、ことっていうのは今いっぱい起こってるので、そういったこともね解決できたらいいですよね。ね、なんかね、原因はね、まあ、本田さんやね、笠原さん、いろんなことがあったと思うんですよ。だけどその原因をあれうそーんっていうようにこういい方に持っていけるのはやっぱり血流だとね。血流って T シャツ作りたくなってきましたよ。それ血流 T シャツ作りました。それ何ってこう突っ込み入ると思うんですけど、はい、で、はい、そんなわけでね、はい、2週にわたって、もうこれ北国っていうのかな、わかんないですけどもね、はい、もうゲストの、本田定久さんやね、今週もいっぱい語っていただきました笠原律子さんをね、それぞれお迎えしてお届けしたんですけれども、ぜひ皆さん嘘のような本当の話ね、ということでですね、お嬢さん、またね、来週も引き続き素晴らしいお話に出会えますようにということで締めましょうか。お嬢さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本田さん、笠原さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひぜひお元気で、はい、はい、